ローソンチケットをご覧の皆様、チャクラ役の赤澤智です。このクジスナの世界観を、舞台でどう表現できるのかっていうのは結構可能性に満ちてると僕は思うんですよ。例えば砂の演出だったり、そのクジラと呼ばれる船をどう舞台で表現するのかなって。結構舞台って照明だとかいろんな形で、音でもそうだし、僕ら役者でもそうだし、結構可能性に満ちていると思うので、とってもこの舞台をやるにあたりぴったりな作品なんじゃないかなって僕は思うので、演出とこのクジスナの世界観と、繊細なタッチを僕らがどう表現できるか、キャストスタッフ一同いっぱいいっぱい頭を使って精いっぱい頑張って表現していければなと思いますので、ぜひぜひアイアシアトまでお越しいただけると嬉しいです。舞台クジラの子らは砂上に歌う、4月14日から19日まで渋谷アイア 2.5 シアター東京にてご来場お待ちしています。